スガルト・エンライは、オンダリクの長編小説である。原頭者の PR 誌、聖保守教2009年4月号から2013年12月号に、同志休館後は、同社、ポンツーン2014年1月号から2016年5月号に、連載、同社より2016年9月に刊行された。国際ピアノコンクールを舞台に、コンクールに挑む4人の若きピアニストたちの葛藤や、 成長を描いた青春群像小説。第156回直三35章、第14回本屋大賞ダブル受賞作。リーディングオーケストラコンサート第1弾は2018年1月、第2弾は2018年5月、第3弾は2019年8月に上演。松岡真宙主演で映画化され、2019年に公開。音楽コンクールをそのまま、 予選会から本選までの全てを小説として書くという着想を得たが、かなり難しく2009年に書き始めるまでに5年かかったという。ピアノコンクールを舞台として、それぞれの関わりと過去と信仰を描く青春群像小説。3年に1回開催される浜松国際ピアノコンクールへ2006年第6回から2015年第9回まで。 途中からは執筆に並行して4度取材。毎日会場の座席で午前9時から夕方までピアノ演奏を聴き続けたことがこの小説に結実した。物語の中で才能とは何かを問う。演奏を聴き、才能というのは続けられることであらゆる仕事に共通し、ある種の鈍感さ、しぶとさを持った人が才能のある人だと思ったという。 2017年、第156回直木35賞、第14回本屋大賞を受賞する。直木賞と本屋大賞のダブル受賞及び同作家2度目の本屋大賞受賞は史上初である。また、第5回ブクログ大賞で小説部門大賞も受賞している。2019年10月には続編、祝祭と予感も刊行された。 自然の中の音楽が聴けるように、音を外へ連れ出すことのできる音楽を演奏できないだろうか。小説の展開のように、バルトークのピアノ競争曲第3番補聴調を本選で選んでくる出場者は、国際的には極めて少ない。2018年現在第3番を選んで、国際ピアノコンクールで受賞したピアニストは、イタリアのファビオロマーノくらいである。 予選会については、現実との大きな齟齬はない。現在は、ビデオと書類で審査できるため、国際オーディションを華やかに開催する、国際コンクールはかつてより少ないものの、存在しないわけではない。3年ごとの薫ルが、広告祭ピアノコンクールは、今年で6回目だが、優勝者が後に、著名コンクールで優勝することが続き、近年評価が高い。 前回の書類選考落選者オーディションで参加した出場者がダークホース的に受賞し、翌年には世界最高峰の S 国際ピアノコンクールで優勝したため、今回は大変な注目を集めていた。オーディションの5カ国の打ちパリ会場では、不良の悪名の審査員3人は、凡庸な演奏を聴き続け、飽きてきていた。そこへ、これまでにない今年正居の伝説的な音楽家。 ホフマンの推薦上で劇役で音楽人を試すギフとか最悪だと現れた少年、風間人は破壊的な演奏で衝撃と反発を与える。議論の末、オーディションに合格する。そして、日本のカオルが講師での2週間にわたるコンクールへ。ゴミは師匠のコホフマンと音を外へ連れ出すと約束をした。自分ではその意味がわからず、元、 天才少女のサカエデン・アイオルに協力を頼む。アイオルはゴミの演奏を聴いていると、普通は音楽は自然から音を取り入れるのに、彼は逆に奏でる音を自然に返していると思った。ジュリアードの王子様こと、マサル・カルロ・スレビアナ・ナトールは、子供の頃ピアノに出会わせてくれたアーちゃんを、出場演奏者に見つけ再会する。三人の天才と楽器店勤務のサラリーマンで、 年長の高島明のピアニストたちが音楽の孤独と競争、友愛に様々に絡み悩みつつコンクールの1時2時から3時予選そして本戦へ優勝へと挑戦し成長して新たな音楽と人生の地平を開く。以下の審査員3人とも音楽界ではそこはやや良くない不良で通っており毒舌で知られる。以下は 演奏順指定曲から3曲、20分以内。指定曲から3曲以上と、コンクール用作曲架空課題曲、春と修羅、40分以内。一時二次予選で演奏した曲以外の任意の曲で自由に構成、60分以内。指定のピアノ競奏曲からオーケストラと演奏。直木賞、本屋大賞を受賞した、オンダリクの小説。 津軽と遠来の朗読劇第一弾。千住明によるオリジナル楽曲や作中のクラシック楽曲をピアノやオーケストラで表現。音楽コンクールを題材に若きピアニストたちの才能や運命を描いた物語を歌と朗読など様々な芸術で表現する。主演、風間人役には ABCZ の橋本良介、ヒロイン、坂江であ夜役には 家入りレオ。公演日程スタッフキャスト、直木賞、本屋大賞を受賞した名作、すがると遠来が作り出した数々の言葉の世界が、音楽のメロディーとコラボして生まれた新しい世界、若きソリストたちが奏でる音、そして言葉をまるで旋律のように組み合わせたシンフォニーによる音楽会。第2弾として、三浦大地、中川明徳、木村雄一、 松下優也といった日本でも美声として定評あるアーティストたちが出演、オーケストラコンサートとして開催された。テレ朝チャンネル1にて2018年8月4日で放送された。公演日程スタッフ出演直木賞、本屋大賞を受賞した、オンダリク原作、すがると、遠来コンサートシリーズ第3弾。本コンサートは、若きソリストたちが奏でる歌と言葉。 そして演奏をまるで戦慄のように組み合わせた新しい形の音楽会。千住明が音楽監督、オーケストラ演奏の指揮を務め、三浦大地、家入れを、松下優也、中村中木村雄一ら来歌声に定評のある一流アーティストたちが、ピアニスト川田健太郎、西本夏樹と、 東京フィルハーモニー交響楽団とによる豪華演奏とコラボし歌声を響かせる。公演日程スタッフ出演演奏者コミックスのウェブ、コミックサイト、コミックブーストにて、2019年2月8日から漫画版が連載された。作画は、コーナ松岡真宙主演、石川景監督、脚本、編集で映画化され、2019年10月4日に、 全国公開。2018年10月下旬から12月中旬にかけ、関東近郊で撮影が行われた。ありがとうございます。